皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。今日は大東亜、プレイの続き。前回は枢軸国に加盟して、大国英仏を倒したところで終わりましたね。今はベネルックス諸国など、第二次連合戦の真っ最中なんだぜ。連合側の主要国はカナダで、カナダはアメリカ大陸横断して西海岸のバンクーバーまで抑えないといけない。航続距離の長い巡洋潜水艦使って太平洋から上陸するにしても、時間のかかる相手だから、その間に行けるところまで小国を併合してしまおうか。アイルランドやスイスなど、比較的英仏に近い小国に攻め込みつつも、カナダの港湾部に陸軍が上陸、そのまま首都オタワに向かって進んでいくんだぜ。すでにニューファンドランドでも部隊が戦っていますが、わざわざ上陸したのは戦力の分散のためですか？それもあるんだけど、ニューファンドランドやケベックは、インフラや港湾のレベルがかなり低い、すなわち補給量が少なすぎるために大軍を送ることができず、一箇所から前線を押し上げるのはカナダ軍だけといえど時間がかかるんだ。そこで比較的港湾レベルの高いケベックシティに追加上陸。こっちならそこそこ軍も送れるから、あとは増援の物量差で押し切るってのが、カナダの定石だな。カナダの上陸戦後はノルウェーにも上陸して、北欧進出を進めていくよ。よく見ると少しずつ英仏の軍を借りて、欧州は侵攻していますね。さすがに日本の本土から連れてくるよりも、近場のやつの方が時間もかからないからな。それにノルウェーのオスロ以外の港湾ってのは、結構狭い港でこっちも補給問題がついて回る、狡猾な隊長のことだから、最悪補給不足でノルウェー陸軍に包囲殲滅されても、英仏軍だからいいやって考えてるに違いない。見損ないました隊長さん。誤解だアリスちゃん。フランスの機甲師団の方がスピードもあって、オースロまで行ってくれそうだから投入しただけだって、それと同時期にほぼ山岳地帯の、スイスがようやく降伏することに。あとなぜかギリシャがアルバニアに宣戦布告して、ギリシャ VS アルバニアと、アルバニアに独立保障していたイタリアもギリシャと戦うことに。今のバージョンだと国際緊張度を大きく上げると、たまに起こる現象だね。ギリシャがアルバニアに請求できる州を持っているのと、確か指導者が構成重視の AI とかで、正統化から宣戦布告するんじゃなかったかな。要は日本が緊張度を上げまくった結果、中道ギリシャの正統化できるラインを超えてしまったため、こうなっているといった状況だ。北欧はスウェーデンまで戦域が拡大、スイスを越えた部隊はオーストリアまで山岳地帯を越えて制圧し、次はハンガリーに攻め込もうかというところで、カナダの部隊がバンクーバーに到着したみたいで、第二次連合戦が終結したぜ。思っている以上に早くアメリカ横断しましたね。むしろ少し早く終わらせすぎちゃったね。できればバルカン半島に進出してから、終わらせていきたかったもんだよ。講和会議の結果カナダは西海岸だけ残されてイギリスに割譲、スウェーデンはノルウェーを統合して、オランダはベルギーとその植民地を統合して、日本の傀儡になっています。あとはアイルランドがイギリスに再統合されて、オーストリアとスイスが傀儡で日本の勢力に加わったくらいでしょうか。ちなみにカナダの一部を残しているのは、何か意図があるんでしょうか。高い城の男という作品があってだね。そこではアメリカの西海岸とかは日本の勢力圏になってるわけなんだよ。だから西海岸も大東亜とギリギリ捉えて、最初は残そうかなとも思ったんだけど、よくよく考えたらそれをするとなると、アメリカ領土の大半を日本かイギリスあたりが持って不自然になる。だからこの後再びカナダに攻め込むことになるよ。実質3回も日本と交戦するカナダがかわいそう。その分豊満な写真集で弾を取らせてあるから問題ないって、アリスちゃんの方がパイパイ大きいんだね。たばる覚悟はできてるんだよな隊長。全くアリスの写真まですでに撮影済みだなんて、一瞬の油断もできないぜ。すいません、ついノリノリで水着撮影しちゃいました。話は戻してハンガリー戦ですが、小国の割に随分手間取っていますね。やっぱり戦線がオーストリア側だけで狭いからでしょうか。それもあるが、やっぱり死守命令のせいで手こずっているってのもあるな。死守なんてできるんですねこのゲーム。経験値の隣にあるテレフォンマークの数値、それを師団数に応じた量支払うことで、一定日数戦闘での指揮統制現象をなくすんだ。要はマリサさんの美人顔の写真を配給されて、150時間くらいハッスルして戦闘力を失わずに戦い続けられると。あ、いや、その、隊長のせいで否定しきれない気がするぜ。だから死守中は相手の充足率が、どんどん減っていくわけなんですね。兵士ども私の写真を何して消耗してやがる。いやハンガリーに飛ばされた時はどうなることかと思ったけど、現地兵に交錯してなんとか生き延びることができたよ。ハンガリー戦で手こずったのは隊長のせいか。まあまあお互い無事にことを成したんですし、さっさとハンガリー手に入れて講和会議締めちゃいましょう。王藩っぽくしたいからオーストリアにハンガリーの土地をあげることにするよ。お次はチェコスロバキアに宣戦布告して、第三次連合戦の開始ですね。チェコスロバキアにはルーマニアが独立保障してるから、中小国の中でもちょっとバカし厄介な相手だな。また会長さんに潜り込んでもらって、死守させて相手をヘニョヘニョにするってのはどうでしょうか。違うものがヘニョるだけだやめておけ。それにブラチスラバからチェコ、そしてルーマニア戦線は、川やら要塞やら山岳やらで防衛有利な地形が多い。いくらマリサさんとアリスちゃんの魅力でも、どうにもできないことがあるってことだね。ちなみにアリスちゃんの方が、デリカシーのない会長さんは放置して、今度は北欧のデンマーク戦線を見てみましょうか。で宣戦布告してから随分
分時間が経ってるのに、全く突破できていませんね。これは地形によるペナルティの問題だな。アリスも山岳とか川とかの地形で、防衛側が有利なことは知っていると思う。その中でもきつい地形補正がこういった海峡越えや上陸による戦闘で、さっきは誤って地平から攻撃してたから、戦闘力が地形補正でほぼ零になっていたんだな。それじゃ100個手段いても突破できないじゃないですか。そういう時に使えるのが工兵中隊だ。工兵は主に塹壕によって防御能力を上げるのが仕事だが、さっき言った海峡を越えたり上陸をするのにプラスの補正がかかる。歩兵に工兵をつけるだけでも、海を挟んだ戦闘はぐっと楽になってくれるぞ。まあ用意できるなら海兵師団の方が、海や川関係での戦闘に越したことはないがな。そうか、地形には工兵中隊がなかったから、地形補正のマイナスがダイレクトに刺さって、戦闘能力が皆無に、コペンハーゲンの陥落が進まなかったということなんですね。まあそういうことだ。と言ってる間に先に宣戦布告したチェコスが片付いた。ルーマニア軍も多少ですが包囲できてますから、これは一気にルーマニアを落とせるチャンスですね。ルーマニアを落とした後はユーゴとブルガリアにも侵攻して、これでバルカン半島の現存する小国すべてに宣戦布告できたな。あとはチャンネル名物ゴリ押しで落とすだけだけど、そういえば今度はアリスちゃんがいないね。まさかパイパイの大きさで揉めて追放したんじゃないだろうねマリサ。そんなことしないのぜ。マリサさんの写真が私より売れないのはおかしいって、布教活動士に飛び出ていったんだぜ。不思議な方角で真面目すぎるねアリスちゃんは。1938年もすでに中頃、動画の尺を意識してのんびり行くにしてもそろそろ倒しておかなければと、大日本帝国はアメリカ傀儡のフィリピンに宣戦布告していくよ。もちろんフィリピンに直接上陸して、ってことはないので安心してほしいのぜ。さて飛行士団やトラックなど、比較的足の速い奴らは東側に集中配置した。カナダを領有しているイギリス参戦後、一気にニューイングランド地方で軍団全滅、その後は南下してワシントンなどの大都市を落としていきたいもんだね。どうやら米軍は東側の守りを甘くしていたようで、大日本帝国の覇王にボコボコにされて、一気に進んでテキサスまで迫る勢いに。まあ史実でもこの頃のアメリカの陸軍力は、すこぶる高いわけではなかったから、百戦錬磨の日本軍なら余裕で蹴散らせるか。何より敵の数がすごく少ないように思えますね。アメリカの人口ってそんなに少なかったでしたっけ？この時期でも今でも、日本の約3倍程度はいるはずだね。3倍は言い過ぎにしてもソ連と同じで億単位の人口はいるな。こんなに師団がいないのは初期の師団数が少ないこと。軍需工場数も少ないこと、何より大恐慌でろくに軍需工場すら建てられていないのが、アメリカ最大の足かせだからな。1938年頃まではまだまだエンジンがかからないのが通常だ。ただ張り切りすぎて燃料がほぼなくなったことは、ちょっと反省していかないとね。アメリカ降伏後はメキシコにも侵攻開始し、最後は再びカナダのバンクーバーを落としたことで、第三次連合戦も終結、バルカン半島と北米の領土を分取れるようになったよ。講和会議の結果としては、オーストリアがポーランドとイタリアの丘陵以外を全て取り戻し、残りのバルカンはブルガリア、ルーマニア、セルビアなどで傀儡化、スカンディナビアは統一され、北米はアメリカはハワイを解放したものの、無駄に西海岸のカナダとメキシコ領土を割譲して大きくなり、枢軸勢力が一気に増えたところで会議終了ですね。次はそろそろコミンテルンに勝負を仕掛けていかないとな。いやその前にポーランドに接するドイツから、倒さないと無駄にポーランドやソ連領請求するからな。無駄なところで綺麗好きな隊長のことだから、ドイツもドイツ帝国の形にしたいとか言って、先に傀儡にするに違いない。でいつの間にか満州こと清が独立してる？今回はアジアをできるだけ解放するプレイだからね。無論清や蒙古、朝鮮においてもそれは当然だ。ということで中国の挑発イベントで宣戦布告できるイベントがあるじゃろ？あれで普通なら中華に対する宣戦布告の権利を得るんだけど、2回目のイベントで総打解放しちゃえばいいじゃん。と日本のアジア勢力を独立させてあげたんだよ。なんか無駄にアジアでは弱腰というか成人だな。ついでに聞きたいんですが、フランスから解放したはずのシリアがトルコに飲み込まれてるのはなぜです？ハタイって州の領土問題で揉めて、トルコがちゃっかりシリアを軍事占領したんだよ。日本が変なプレイをするせいでどんどん歴史がずれていくな。その後大日本帝国はドイツに宣戦布告、英仏軍の遠征軍も借りて、チェコからオランダにかけての非常に長い戦線で物量を死していく。さすがに高い質を誇るドイツの陸軍も押し込まれ、グアテマラに攻め込んでいる途中でドイツがついでに陥落。グアテマラのついでなんですねドイツは。その後は北からフトからソ連、そしてポーランドに宣戦布告し、本格的な日ソ戦に突入。満州や朝鮮がない今、頼りになるのはドイツの欧州方面のみだから、こっちも物量でガンガン仕留めていっちゃおうか。しかしポーランド軍とソ連軍が重なったことにより、こちらの進軍スピードが大幅に低下。特に英仏などから借りている遠征軍の充足率が下がって、コミンテルン戦は泥沼化し始めてきたんだぜ。隊長、またゲーム後半になって操作が面倒になって、手抜きで脳死突撃し始めたな。そんなことないよマリサ君。ただ英仏の人間ならいくらくたばっても問題ないかなぁと。日本人の方が前線にいる割合多いんだが。隊長さんひどいです。わかったわかった航空機展開します。ワルシャワを落とす前に大規模投入しろよな。
ただ航空機の投入とポーランドの降伏、何より前線が伸びたことで対ソ戦の物量押しがうまくいき始め、じりじりとこちらが優勢を取ることに。一応地味に裏でスペインにも侵攻してるくらいだからね、攻撃力的にもそんなに余裕がないってわけじゃないのよ。4ヶ月後、イベリア半島を抑えて大日本帝国軍の多くは、中央アジアに進出することに。赤軍のほとんどはウラル周辺に残っているおかげで、こっちの方はほとんどガラガラだな。まあ隊長がフィンランドに宣戦布告して、北欧方面に軍を置き忘れて放置したのは後で軍法会議ものだが、北欧より先にソ連倒せると思ってました、すいません。結局最後はタンヌに迫ろうというところまで奥深く切り込んで、コミンテルン戦は思っているよりも時間を食われた上で終結。これって会長さんが最初からかっ飛ばして敵を倒していれば、ここまで苦戦せずにソ連を倒せたんじゃ。自業自得とはこのことだな。ピエーイン三角形がなくな気持ち悪い。そこまで言うことなくないマリサ君。とはいえこれで欧米の主要地域のほとんどを抑えることができた。最後にイタリアだけ倒して、後半の完成と日本領アフリカの形成だけ、目指していくとしますかね。そんなことより私はクソデカウクライナの方が気になる。マリサさんと同意見ですね。まあこればっかしはソ連をコミンテルンに残す関係から仕方ないのだよ。ってことでイタリアへの正当化が終わったので宣戦布告。日本の機甲師団中核にイタリアは他国籍軍にボコボコにされ、2ヶ月程度で特に見せ場もなく降伏したよ。やっぱギリシャを飲み込んだ程度じゃ抵抗できないよな。そして講和会議の結果としては、日本はイタリアの東アフリカ領土を割譲し、ギリシャの一部がブルガリアへ、イストリアなど一部の領土はオーストリア・ハンガリーに返還され、残ったギリシャなども含めたイタリアは、日本の傀儡となって大戦は終結しました。これで一番見たかった大東亜共栄圏が欧州北米アフリカにあって、なぜかアジア方面のコミンテルンは生きているという謎な状況は作れたから、僕的にはこれで満足。大東亜、プレイはここで終了とさせてもらうよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。